神道手引き、今回はですね、神様を感じるにはどうしたらいいのか。これはスピリチュアルの話ではないです。神様という存在を感じるにはどうしたらいいのかということですね、についてお話しさせていただければと思います。まあ、神社にですね、参拝をしに行っても、その神様がいない感じがするとか、その神様がいる感じがするとか、まあ、パワースポットだの、その神様のご意向がすごいだの、まあ、いろんなことを言う人がいますけども、まあ、なんか勘違いしてるんでしょうね、きっと。氏神様は特にその自分の生まれた氏神、産砂神と言われている神様は、その自己自身が生まれたところで子供の時期育ててきたところの近くにある神社ですね。なので、ずっと見守っている存在であるということです。その、まあ、人によっては大きい神社じゃないと神様いないんじゃないかとか、あの小さい神社に神様いないんじゃないのとか、その、まあ、有名な神社はすごいとか、そのご意向がすごいとか、超絶パワースポットだとか、なんかいろんなこと言ってますけども、それはね、ちょっと違うんだと思うんですよ ね。私はその大きな神社だから神様を感じるとかいうのはないですし、だからといって大きいからいいっていうわけではないっていうことですね。小さい神社でも、その、まあ、いろいろこう、ご参拝をして、お祈りをしていると、その、例えば暑い夏には、お祈りをして終わりそうになったら、こう、涼しい風が吹いてくるとか、その、とある神社だったら、その、参拝をしてて、で、お祈りをしてて、で帰ろうかなと思ったら、ふとなんかこうしなきゃいけないなと思った瞬間に梅の木から梅が落ちてくるとかね。そういうようなことが起きたりします。また他の神社では外はすごい暑いんですよ。でもその神社の敷地に入った瞬間から涼しいんですね。しかも風吹いてるんです。外は風吹いてないんですよ。神社の境内外は。これも不思議だなと思って、そういうことが起きるっていうのは、神様が必ずいて、その神様が、あ、よく来たねと、よく参拝していた、来たねと、まあ、暑いのに頑張ったねっていうことで、こういろんなことをしてるんだと思うんですけどね、と思いますよ。でもあの神社はびっくりしましたね。周り暑いんですよ。木があるとはいえ、その教会、その教会から中は涼しいんですから。で、風が吹いてるんですよ。で、外に出ると無風なんですよ。ほんと不思議です、あの神社。びっくりしますけど、そんなこともあります。でも、その霊感ってよく言うんですけども、霊感とはちょっと違うんですよね。霊感とは、霊感っていうのは 何か存在があるかもしれないとか、あと すぐらがりのところは気味が悪いとか、なんか怖いとかっていうのも霊感だと思うんですね。で、お墓に行くと、その何かこう 先祖の霊が見えるとかっていう人もいるみたいなんですけども、まあ先祖の霊はいますよね。確かに先祖を祀ったのお墓なんですか、先祖代々のお墓なんですか、いると思うんですけど、でもそこではないっていうことですね。そもそもでそこではないっていうことですね。その神様への崇敬の気持ちがちゃんとあるかどうかだと思います、正直。単純に2杯2拍手1杯ですね。2回2回お辞儀をして、2回拍手をして、もう1回いっぱいして、で、お祈りをして、
ピュッと帰るっていうことではなくて、まあ、その神様とこうつながりたいと思い続けることとか、そこにいてその神様とこうこんなことがあったんですけど、その神様のおかげできっと良くなったんですみたいな話をしたりとか、でそれがやっぱり生き続ける神社にはよくはこう過去的な要素というのは、神様を感じる要素というのは増えると思うんですけど、私はそうなんですけど、あとやっぱりその私はいろんな神社に、まあ、参拝しに行きますけど、そこにはやっぱり神様が好きで、その神様、このそこの神様とつながりたいと本当に真に思っている部分と、その何かこう、まあ、参拝するにあたっても自分のこう思いとか願いだけじゃなくて、その例えばその子が生まれないというか授からなくて困っている方がいるので、まあ、子授けに御利益があると言われている神社であれば、その〇〇という人がなかなかちょっとこう子供が授からないで困ってるんですけども、できればちょっとご加護をいただいて、でその方にお会いした時にこう話をさせていただいて、でその神様のご縁というものがあればいいんですけどねっていうような話をしたりとか、あとまあちょっと病気がちの方で、その病気の併有ですね、病気の関係が治りやすいと言われる神社ですねに行くんであれば、そこの人、その病気がちの方の、まあ、お話をして、でそのご加護がいただいて、その人が会った時にこういう神社があったんで、そのまあ近場ですし参拝したらどうですかということをお話しするので、その人にも加護を何卒お願いしますという話をしたりとかですね。まあ、まあ、よく行く、まあちょっと自分の私のこの住んでる今住んでるところからどれぐらいだ、500キロぐらいあるのか、あそこは、まあ、日沼内神社っていう神社に年何回か行くんですけども、その神社に行くにあたって自分の祈祷というのが年1回入るんですけど、自分自身の心願成就の部分としてあるんですけど、まあ、とてもこう宮司様も奥様も、まあ、巫女さんなんですけども、奥様もいい方なので、いろんなお話をしている中で、まあ、いろんな方に来ていただきたいなと思うので、まあ、来ていただいた方にもご加護をお願いしますということを神様申し上げて、でその神社紹介をするんですね。で、まあ、行った人から良かったですっていう話をされるんですけど、でそこはね、多分そのまあちょっとね交通の便がよろしくないところで、まあ、観光バスとか行くところでもないっていうか行けないんですけど、行く場所、行く駐車場がないので、そもそも観光バスが車1台2台しかちょっと行けないところなので、まあそういう神社であっても、じゃあそういう神社だと、じゃあその神様を感じることができないのかというは、そういうわけではないんですよね。そこの神社でこう 神様と、まあ、宮司様と奥様と、まあ、何もないとね、5時間ぐらい話してるんですけどまあそれはいいのかどうなのか、大丈夫なのかっていつも思いながらいるんですけど、でも気づくとね、朝の日課が7時からなので、7時からまあ冬はじゃないです。冬はじゃないですけど、あの日がいい時間で、あの春から秋ぐらいまでの時は7時から日光をやってるので、7時の日光からずっと12時ぐらいまで、だから5時間ぐらいいますね。まあいるんですけど、まあいろんな話をしてねますけども、でも神様のこうご意向的なものは感じますよ。そこでこう肉とか、まあ祈
き通してる間っていうのは本殿の御扉が開くんですけど、御扉が開いた時にものすごくこう胸が熱くなるんですね。これ理由はよくわかんないんですけど、その後からずっとこう、まあ、社務所で、社務所っていうかご自宅で、ご自宅だろうな、あそこまあ社務所兼自宅ですか、社務所兼自宅のところでずっと話をしてるんですけど、その間はなんかずっとなんかこうなんかストレスから解放されてる状態ですね。取り留めない話をずっとしてるんですけど、まあ、何でもないような話を。でもそういう時間も大事なんだと思いますよ。これだけ忙しい時代の中では、まあよくその神様の超絶パワースポットとか言われている中には、あの奈良県の桜井市にある大神神社とか言って三輪様ですけども、大神輪明神様なんですけどとか、あと阿こうは、阿こうは何県になったっけ、和歌山でいいんだったかな、玉木様ですね、熊野の奥宮、あそこもまあすごいと言われますし、あと三峯神社ですね、埼玉ですね、そこね、埼玉の三峯神社とかもそうですけど、そのなんかすごいパワーをいただいたとかって言われるんですけども、本当にそうなのかなと思います。でもそれは確かにその歴史のある神社ですし、まあ1000年以上の神社ですので、その中でずっとこう人々が祈りを捧げてきたところですから、まあパワーがないとは言わないですけども、でもそこが言われるほどそんなにすごいところかと言われるとそうなのかなって気がしますしね。私はそれよりも、まあ、足しげく通える神社の方がいいなと思います。やっぱり年に1回行くならあまりどうなのかなと思いますけどね。年に何回か行くか、もしくは足しげく通える神社ですね、近くにあるような神社が一番いいんですけど、でこう寄り添える神様と、寄り添える神様に本心を打ち明けて、でそこにおいて、まあ、いろんな悩み事とか思うことを話をして、でそれがその次行った時にこうなりましたっていう話をして、でその繰り返しっていう方が大事だと私は思うんですけど、私はだから毎週行く神社がありますからね。毎週、まあ毎日行ければいいんですけど、ちょっとね毎日はなかなか行けないので、なるべくしかも徒歩で行くことにしてるんですけど、徒歩だからね、片道1時間が限界ですからね1時間以上あるとね、もうクタクタになっちゃいますから、うん、まあ、それでもそのまあ片道1時間でもいいですけどね、その1時間かけて行って、そこの神社でこう30分ぐらい滞在して、でいろんなことをこう思いながら、いろいろあったことを話しながら本殿に向かってこう、まあ人がいればちょっと声で出しては言えないですけど心の中で思いながら話をして、神様のご加護をいただいて帰ってきて、でまあいいなと思うことをこうやっぱり皆さんに話したいなと思うし、話さなきゃいけないなと思う部分もあるし、こう後世に伝えなきゃいけないなと思うので、こういうのやってるんですけどまあそういうことを日本人はこう1000年以上繰り返してきたわけですね。それをなんかないがしろにしていいのかなっていうところですね。なんか無宗教だとかっていう言ってる人も結構いるんですけど、宗教というのはやっぱりその心の支えであり、その日本の神道というのはまあ経典がないですから、経典がないので、今のところね、統一的な経典がないので、なかなかこうこれっていうのが言いづらいんですけど、
これっていうのは言いづらくても、あの私のおじいちゃんおばあちゃん世代は何に対しても手を合わせたんですよ。祈りをしてたんですよ。お地蔵様であれ、稲荷様であれ、あの氏神様であれ、どこ行っても何かあったらとりあえず手を合わせるっていう、あの行為はやっぱり見守っていただいてるなっていう部分と、ああ今日も守られてるなという部分と、今日も無事でよかったなと思える部分と、小さなことで幸せだと感じれるということが、それも大事だと思います、うん、そういうことがちょっと分かりづらくなってきてるんでしょうね、やっぱり、うん、そういうことが大事だと思うんですね。だからそこが神様を感じる感じない、だからメッセージをいただいたとかってスピリチュアルの方言ってるんですけど、それはないってことですね。そういうことはで、それをメッセージをその不特定多数の人に渡すなんてことはないですよ。だって本来は自分の気持ち、自分の思いとか願いとか悩みとかを打ち明けてるわけですから。だからその人、その打ち明けた人のことについて回答を、覚悟を与えてる状態です。だから他の人にってことはないわけですよ。あくまでその加護っていうのは参拝した人にしかつかない、うん、だからそのいいと思うことについて伝えて、その人が参拝しに行かなかったらその神様も加護を与えないわけですから、だからそれはないってことです。だからメッセージなんかいろいろこうお伝えする、お伝えしますとか言ってこういっぱい言ってますけど、不思議ですね。私は何を願ったんだろうなと思って、何を思ったんだろうなと思って、でも神様は知らない人には過去を与えづらいですからね、やっぱり愛にも来ない人にしては過去ってなかなか難しいですか。難しいですよ、そりゃ難しいですよ、やっぱり自分でも思います。自分が神様だとそう思いません、ね、それかそのこう YouTube を通して過去を与えますって言っても、どんな過去を与えたらいいんだろう、この人にって思うじゃないですか。まあ一般的にね言えば、その給料上がってほしいとかっていうとか、お小遣いもっと欲しいとかっていう願いはまあ一般的にあるわけだから、それについてはどうしたらいいのかな、でもまあそれぐらいならわかるけどみたいな、あるじゃないですか。でもそれ以外の各々の本当に願うこととか思うこととか悩みっていうのは、会ってお話ししなかったら分かんないでしょ、やっぱりと思いますよ。思うじゃないですか。だと思いません逆に、うん、でもその超絶パワースポットだと言って行くのであれば、でもそれがその一回こっきりじゃおかしいですよ。もう続けていかなきゃ、そこまで印象を受けたんだな、うん、毎年できれば毎月、うん、できるんでしょうかね、その人たちはね。玉木さんとかはね、まあ、三輪様もそうですけど、毎月行きたいなと思う要素はあると思います、うん、三峰さんもそうですけど、あとその自分が居心地がいいかどうかっていうのは、その自分の居心地が良さそうな印象を受ける神社かどうかっていうのもありますし、そのそこの祀られてる神様が好きかどうかっていうのもあります。私がアマテラスオミカミ様を祀ってる神社だったら絶対全部行きます何が知ってるなら分かったとすれば絶対行きます。たとえ抹茶であっても、拙者抹茶であっても必ず行きます。それが崇敬をしているという状態ですよね。その摩訶、拙者摩訶だから参拝しないとかっていうのであれば、それ崇敬しているとは言えないわけですよ。同じ神様ですから。自分が本当はそのずっと参拝してた神社の神様が天照大神様だったら、拙者摩訶であっても小さかろうが大きかろうが参拝するのはそれ通りなんですよ。
それができないんだったらおかしいわけです、と思います。まあ、そういうところができる方には感じるんじゃないですか。私が伊勢神宮に行くのもそうだし、豊京三神様をの、まあ、日沼貝さんに行くのもそうですけど、まあ、天照三神様を祀る神社に行くのもそうですけど、それは崇敬してるからです。で、他にもこの花咲くや姫様とか、あと瀬織姫様とか、瀬織姫様の場合は祓い堂の狼様で祓い堂社にいるいらっしゃる場合もあるし、瀬織姫様を祀る神社もありますけども、まあ、いずれにしろそこに参拝するんですよ、うん、あと市木島姫様、この前宗像大社に行きましたけど、遠いなとか思いながら遠いなとか思いながら2回行きましたからねすごいっすよね。1000キロぐらいありますから自分のお家から。厳島神社ですらと700キロぐらいあるんじゃないですかね。結構遠いっすよ、うん、でも、まあ、弁財天と同一視されているので、弁財天様は松江神社にも参拝しますし、弁天様ですね、弁天様とか、まあ、厳島神社とか書いてあれば必ず行きますし、そこが崇敬で寄り添いたいと思う神様であり、許されるからこそその悩みを打ち明けられるし、打ち明けられるこそ加護を直接的にいただけるから神様を感じるイコールみたいな、そういうところだと思います。だからなんか話が聞けるとか聞けないとか、そういうことはあまり関係ないにと私は思います。正直そこはそこじゃないと思います。本質的に必要な部分としてはね、うん、だから霊感があるなしは関係ないと思いますよ。おのおのの感じ方でそのこの神様とつながっているなと、加護をいただいているなと、寄り添えるなと思うところが神様を感じる場所ですね。だから何かこう勘違いしてると思うんですけど、うん、はい、ということでちょっと難しくなりましたけど、長くなりましたけども、ありがとうございました。